体重100キロバツイチ小持ち MC 守屋です。さあ本日の駅前リポートは滋賀県東近江市にございます。こちら近江鉄道よいしょ川辺の森駅でございます。これ駅なのって思うでしょ。駅なんです。可愛らしい作りの駅なんですけども、いやー今日はね雪降っております。まあ、冬ですから雪も降るんでしょうけども、この駅前の雰囲気見ていただきましょう。ここからね、これ駅ですよ。ここからぐるーっと見渡しても周りは田んぼ、はい田んぼということで、すごいのよ。もう周り本当に田んぼ、まあもちろん周りね家も見えてますけども、でも駅の周り360度田んぼです。いやーすごいのよこれ本当に。このなんかね駅の前にはこれね、なんちょっとこう庭っぽい感じというか、ちょっと植物がね植えてあるんですけども、ここは入れるのかみたいな雰囲気になってますね。でそしてよいしょ、いやもうね下ね今日ね気温が寒いからねザクザク言ってます足音が。いや寒いな。あれもう向こうに見える山ももう雪景色、本当にいい雰囲気になってます。これ周辺の地図なんですけども、あもうねどう言ったらいいんでしょう、どこに何っていう字が書いてないんですよ。なんかこう絵で伝われっていう感じですかね。ちょっとずつ読み取ってみますか。ここにお地蔵さんいますね。雪で見えないけど、あここにもお地蔵さんがいましたね、はい、そしてここはイチゴビニールハウスが見えますね。これなんだろう、祠があるね。ここにもお地蔵さん、お地蔵さんすごいある、はい、そしてあこ 竜がいますね。竜がいますよこの池。何竜出るの、なんかそういう伝説があるのかな。ここはこれ田植えしてますね。でツバメが飛んでて、ここも田植えしてんのかな。これは梨かしら。あこれ学校っぽいよ学校、ほら。でもこれでどう伝わるんだろう、難しいな。これは電車、でもこれ道路っぽいけどな、ね、あいやでもこっちに電車、これバスだな、バスだ。でこっちが電車ですね。すごいなんかいろいろ書いてありますが、細かくは分かりません。何が何なのか。新しいタイプですね。大体ここは何があるよとかいうの書いてあるもんなんですけど、ここはね書いてないですね。ちょっと難しいですけど、一応この駅前の案内図、周辺の案内図がございますが、ここね川辺生き物の森ってね矢印が書いてあるんですけども、これもぐるっとまあこっちの方向に行けばいいよっていうことなんですけどね。ここからですね川辺生き物の森まではだいたいおよそですけども 1.7 キロほど徒歩でございます。だちょっと距離としては僕的にはですよあるのかなと思うんですが、この川辺の森駅という駅はですね、もともと駅がなかった場所にこの川辺生き物の森の、まあ静岩駅として、まあ、この近くにちょっと駅作ってよというお願いからできた駅ということで、まあ、これがだからその川辺生き物の森の最寄り駅になっているわけですね。だからその生き物の森がなかったらこの駅はできてなかったんですよ、はい、そんな駅なんですけども、あちょっと明るくなってきた。さっきまでね空ほら今なんか 青っぽいの見えてるじゃないですか。さっきまでずっとグレーの世界だったんですけども、もうね今日はね足元も少ないの、足跡がねほとんど僕の足跡です。さっきから出会ったのは一人だけです、はい、さあ近くまでやってまいりましたが、こう上は木造、そして下はコンクリート打ちっぱなしというですね、非常にこうちょっとおしゃれな感じの作りになっておりまして、でほら駅名がね川辺の森駅っていうのはね、可愛くこの木の板にですね掘り込んであるんですよね。いい感じの雰囲気じゃないですか。そしてこの、ね、二手にですね入り口が分かれておりまして、こっちとこっち、まあ、こちらはですね、はい、
ぐっと上は吹き抜けのなんかね天窓もあって明かりを取り込める仕組みになっております。あそこには防犯カメラもございますが、運賃表と時刻表が大きくここに貼ってありまして、ここに待合所ですね、はい、結構ねコンパクトな空間なんですけども、上にはですね電灯も2つあって、で火災報知器ですかねもあるんですよね。椅子がねちょっとおしゃれな感じというか、木で作ったちょっとアーティスティックな感じしますけどね、いい雰囲気の木の椅子が設置されております。で掲示板にいろいろ貼ってあります。はい、でそんな感じのね、まあ、よく響くんですよここ。やっぱコンクリートの打ちっぱなしなんでね、音が反響して、だからちょっと喋るとブワンブワンブワンってなりますけども、今ねもうすぐ電車が来るってアナウンスが来てますね。ほら足跡全然ないでしょ、ほらすごいよすごいよ。電車が来る前にじゃあ反対側も見てみましょうか。よいしょ、はい、さあこちらはねほら女子トイレと男子トイレ2つに分かれてるんですよ。このコンパクトな小さな駅にトイレが2つ、これでまあ、もしトイレがね混雑してても安心して入ることができるということ。あ、電車来ましたね。あ、大道ドリンクのデザインですね。上がオレンジ、下が白のツートンカラー。あの茶色の水玉は何だろう。結構電車は人乗ってますね。果たして降りてくるのか。降りてこないんですよ。ほら降りてこないんですよ。だってねこの周辺はだって田んぼなんだもの。それはここで降りる人は少ないですよ。1日のこの駅の乗車人数、乗る人だけねウィキペディアで調べますと13人だそうです。13人、先ほど僕1人見ましたから、あと12人、僕が来た時には僕より先の足跡が1つだけありました。ということは2人はもう今日乗ったはずなんですよ。残りあと11人がこの後利用するのかもしれません。ですが今日天候がねあいにくの天候なんで、もしかしたら今日はもうこの2人だけなのかもしれません。少し青くなってきましたね空がね、このまま晴れればいいのに。さあそしてちょっとね、まあ、もう話戻りまして、トイレちょっと見ていきますか。せっかくなんでね、ベビーベッドもあるよというのがついてますけども、あ、すごい、人工肛門、膀胱造設者の方もご利用できます。こんなの初めて見た。へえ。よし、じゃあちょっと、あ、立派なトイレですよ、はい。ここでベビーベッドもありまして、ここで男性でも子供さんのおむつ替えられると。あとまあ便器、正直こんだけ寒いから温す、なんかあったかい便座だとよかったな、で小便器もありまして、これなんていうんだったっけね、なんかね、はい、洗ったりするやつがついてますね。トイレのね中も綺麗、ここすごく好感度高いです。いいですね、いい駅です。じゃあちょっとここのね、こちら階段でね、こちらからもで入ってこれまして降りていけるんですけども、駅のホームに向かってみましょう。もう今聞こえるかな、マイクで聞こえないよね、片栗粉の上歩いてるみたい。ギョ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 って言ってますね。ほら、すごい、ほら、もうすごいの、足跡1個だけありますね。こっちに行ったんだよね多分ね。行ってみますか。いやー、ほらギリギリ、怖いよ、なんかなんだかわかんないけど怖い。これね、ほらもう永遠と続くまっすぐな線路。ドゥンドゥンドゥドゥドゥンドゥンドゥドゥドゥン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 ドゥドゥドゥンドゥンドゥドゥドゥンドゥンドゥドゥドゥンドゥンドゥドゥドゥン。まあそれ以上歌いませんけどね。まあまあでもあのね、スタンドバイミーみたいに線の上歩いたら怒られますけども、まあすごい、もう本当に新雪の上を気持ちよく今歩いております。でもほらすごいでしょ。ここの駅本当に周り360度本当に田んぼなんですよ。
まあ、近く、まあ、もっと遠くまでね家が離れたらもっとねさらになんかすごく辺境地のこうなんかね秘境駅な感じしますけども、まあ見えるところにありますから、これ鏡がね完全にもう鏡の役割を果たしてませんね。いい雰囲気だわ。あーすごいね、いいですね。あーなんかプロペラが回ってる。風力発電とその下も雪かぶってますけど、あれも光のね太陽光発電がくっついてるんですかね。街灯が自家発電によってエコですね、はい、さあ、いやでここにねこう列車が来ますのやつがありまして、電車来るときはこれがあのライトがつくんですよね。これほら見て、何にも書いてないのっていうか、もう雪でもう何駅かがわからない。それじゃあちょっとせっかくなんでこんな機会ないですからめくらせていただきますか、雪をね。ここから出てくるんでしょう。じゃ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 、ふふふふふふ、寒い冷たい。あ、なんか見えました。クイズしてるみたい。あ、これ川の字のね口の部分ですね。ここ出てきました。川出てきました。ちょっとこう山水編をチャララン、もうちょっと上からだったらこうですね。あ、出てまいりました。川の字が出ました。川ですね。ここにべがあるからこの辺にのかな、の行ってみよう。あ、ちょっとずれたけど、ほら のが出ました。のです。の川の、あ、そうか、駅は入れながら川のべって書いてるのかな。ここにじゃあちょっと、あ、ちょっと上すぎたか、よいしょ。手がもう、あ、違う、川の辺じゃなかった、川辺の森だ。これだから森ですね。森が出てきて、指が冷たい。川の森、まあ、正直何が面白いんだって話ですけど、ちょっとめくっておきましょう。やっぱねここに来た人がこの駅が何かわからないといけないんで、はい、僕なりの優しさ。あー寒い、指ちぎれそう。はい、はい、川辺の森です。出ました、川辺の森です。はい、皆さんこれで川辺の森だということは皆さんに分かっていただけるんじゃないでしょうか。さあそれでは階段を降りて、あ、寒くなってきたな。もう指がちぎれそう。誰もいない駅でずっと独り言をしゃべるアフロの48歳のおじさん。これ階段はまだ誰も歩いてないんです。滑らないように気をつけないと、本当に怖い。よいしょよいしょ、あー怖い、あー怖い、あー怖い。もうあの若い時はタッタッタッと降りられた階段がですね、だんだんと不安になってくるんですよ。よいしょ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 。本当に滑ったらもう最悪、こけたらね骨折するかもしれないからね。よいしょ、はい。あ、誰も歩いてない道を、あ、僕が初めて歩くわけですよ。こちらから見るとこんな感じです。いやいい雰囲気だわ。金網越しの MC 森屋の看板です。自転車置き場がここに、ほら13人しかこの駅利用しないですから、ここに何台ぐらい置けるかな、6台7台ぐらいがギチギチだったら止められるんですかね。自転車、自転車等に注意って読むのかな、まあ、盗難に注意でしょうね、はい、この部屋何、この部屋謎の小部屋。確かにここ高さもあるし人ちゃんと入れるし、何が隠されているんだろう。周りの草刈りの道具とかかな、ね、ホースとかそういうのが入ってるかもしれませんね。あ、
だんだん鼻が詰まってきた。でここを上がっていくといいんですけど、あそこベンチがあるんですよ。ということはここ入っていいとこなんですよね。向こうにね池っぽいくぼみもあるんですけどね、どういう空間なのかな。まあまた春になったら来ますか。もうほらこの辺は分かりますか、なんかね霜になってるからもうザクザクしてるの。あーいい音だ。あー向こうにね太陽が雲の向こうにいるんですけども輝いてないのよあんまり。さあということで、一周回りましてだいたい15分ほどでしょうか、この動画をですね撮りましたけども、このね人に会うこともなく私このいい雰囲気の中で雪に吹かれながらですね、雪と風に吹かれながらレポートを行いました。今日はこれ本当にこれ知らない人結構いるんじゃないですかね、この駅のことを。ちょっとこっちから撮ってみるかな、最後締めはね駅の雰囲気見えた方が。ほらいいわ景色本当に。あちょっと良くなりましたね。さあこれですこれです、今日ここやってきたんですよ。どこかと改めてご紹介させていただきましょう。東近江市、滋賀県東近江市にあります近江鉄道川辺の森駅でございました。いやー本当この東近江市周辺以外の人は多分意外とこの駅知らない人多いんじゃないですかね、こんな駅あるんだなと思った方もたくさんおられるかもしれません。そして川辺生き物の森にですね行ってみたい方、このどんなところかはインターネットで調べてみてください。自然に触れ合える場所でございます。そんなところに行くときはここが最寄りの駅となりますのでご利用になってみてください。1日およそ13人がここから電車に乗るという駅でございました。ということで本日も駅前リポート、体重100キロバツイチ小持ち MC 守屋でした。あこっちでもう一回やっとこうか、はい、すいませんね、さっきもちっちゃいワイプで出てたんで大きい顔でやらせてください。さあということで本日の駅前リポートも体重100キロバツイチ小持ち MC 守屋でした。